こんばんは、若松宗春チャンネルでございます。今日は日曜日だったんですけれども、銀座の近くですね、勝どき橋がある、あるっていうのか、勝どき橋で有名な勝どきですね、ここの近くのですね、晴海トリトンスクエアっていう、建物があるんですが、そこの中にですね、第一生命ホールっていう立派な、コンサートホールが、ありまして、そこでですね、東京ビバルディ合奏団っていう、非常に歴史のあるね、日本を代表する、合奏団ですかね、この2024年のニューイヤーコンサートがありまして、これに行ってまいりました。いやー、感激しましたね。ゲストのね、バイオリン奏者、バイオリンの独奏ですかね、非常に国際的に有名な、沢和樹さん、つい最近まで芸大の学長もされてた方でございますけれども、午後2時から、の時間でございました。いやー、なかなかね、前半とね、後半があったんですけれども、後半がそのビバルディの四季、これの全曲春夏秋冬という、いやー、聞き応えがありましたね。このやっぱり皆さんのこの腕前がすごいですね。やっぱりとってもね、やっぱりこの、日本代表する、室内合奏団ですかね。ですから2021年だから、2021年に創立60周年という、なんか1961年に結成されて設立された、合奏団でございます。これでね、非常にその、一部二部があって、二部のこのビバルディの式ですね、これがずっとね、聞く応えがあってね、でその後ちょっとこう春にふさわしい曲を、2曲ほど演奏していただいたんですが、その2曲目がですね、私がね、ソニー時代に1981年にの1月21日ですから、今日1月21日ですよね。ですから1981年の1月21日に発売しましたね、聖子のチェリーブラッサム、これをね、この素晴らしい、合奏団の皆さん、それからこのね、国際的に有名な沢和樹さんの演奏でね、いやー、チェリーブラッサムをね、演奏していただきましたよ。いやー、本当にね、こういう形でね、こう自分のね、作った作品がやっぱりこうね、演奏されて多くのお客さんにね、こう感動、感動していただく、いやー、なんか、なんていうのかな、こうちょっとね、言葉には言い表せないくらい、非常に、感動いたしました。で、今日はね、私とね、それから歌手の三田京花、それから石原まさし、この2人をね、こういう、なんていうの、クラシックの音楽をね、聞くことによって、自分たちの歌がまた一段となんかプラスの方向に行くんじゃないかなと思って、3人で、この合奏、団の演奏を聴いてまいりました。この東京ビバルディ合奏団というのは、年に何回かずっと演奏しておりますので、もう今回初めてだったんですけれども、
なんかこれから、ぜひ、演奏会があることにですね聞きたいなというような、素晴らしい演奏でございました。そんなことで今日はなんか心洗われる、ビバーディの指揮をふんだんに、聞くことができまして本当に、感動いたしました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。